はい、どうも皆さんこんにちは、宇多津田中でございます。こんにちは、塚本です。そういうわけでですね、今回放送4回目となりますスペインミルク TV なんですけどもですね、今回もクリエイターのあんなことやこんなことをたくさんお送りしていきたいと思います。塚本さんも楽しみですね。まあまあそんなことでね、世の中が梅雨入りしたということでね、今日はですね、こちらスクエアニックス社内のリフレッシュルームからお送りしてるんですけどね、ちょっとね、青空のもとやろうかなと思ったんですね。まあ天気の方グズグズでございますけどね、一つ頑張っていきたいと思いますね。行きましょうね。はい、そんなことでですね、今回のゲスト、これはレアですね。なんとまたもや関西生まれの関西育ち、嫌いな食べ物はレバー、中野純也さんです。まあですね、この人がね、動いてるところ、まあ、世の中出たことがないんじゃないかなと、関係者もびっくりです、ね。まあ、びっくりなんですけどもね、今回ですね、なんと中野純也さん、非常にお忙しいということで、武蔵伝2のですね、サントラのマスタリングに行ってるということで、そちらでちょっと VTR を、撮ってまいりましたので、そちらの様子を、見ていただきましょう。それでは、VTR、スタート。マスタリングの作業をしています。楽曲の調整、曲間の調整、まあ、いわゆる CD の原盤を作るっていう作業ですね。まずゲームに合っているかっていうのがまず第一点、それからまあ曲としてどうかっていうことですね。あとはまあ音質っていう意味で、かなり気を使いました。ジャングルジャーニーっていう曲と、あと聖戦っていう曲ですね。この2つの曲は、まあ、ゲームが開発が立ち上がって一番最初の頃に書いた曲で、まだゲームの情報がほとんどなく、まあ、どういう曲を作っていいのかっていうのがほとんど見えてなかったので、まあ、暗中模索っていう感じで非常に作りにくかったというか、かなり苦労しまして試行錯誤しました。一番最初に作ったその聖戦という曲は、だいたい実際はだから20日かもしくは1月ぐらいは確かかかったような気がします。なんか最後の方の曲とかは割と本当に数日に1曲ずつぐらいのペースで作ってたんですけども、一番最初の曲っていうのはやっぱり一番時間がかかりますね。非常にホッとしています。だいたい1年半ぐらいですね。おすすめの曲はジャングルジャーニーと聖戦ですね。この2曲は、先ほども言いましたけれども、どちらも最初の頃に作った曲なので、一番時間をかけているっていうのと、あと思い入れがあります。というか、まあ僕的には僕にとって謎の人はいっぱいいて、だから逆に僕にとっても謎の人がいっぱいいますね。例えば福井さんが謎の人って書いてるんですけども、
福井さんに謎の人って言われるのもなんか不思議なんですよね。っていうのは、まあ、福井さんとはコナミ時代からもう15年の付き合いなので、まあ、そのことを一緒にだからカニを食べに行ったりとかした仲なので、福井さんに謎の人って言われるのはある意味僕にとってすごい謎ですね。いや、あの写真はですね、まあ、休暇を取ってまして、休暇中に夜中にメールが来まして、で明日までに早急に顔写真をくれと言われたんですけども、まあ、その時に持っていたノートパソコンの中に入っていたのが、まあ、10年前の写真だったわけですね。でそれをまあとりあえず提出して、まあ、現在に至るっていうのが、まあ、実は真相ですね。10年前の写真でした。すいませんでした。武蔵伝の音楽ですけれども、非常に武蔵伝の音楽ですけれども、それぞれの作曲家が、それぞれの音楽性を追求して、多様な音楽でダメだ、続かない。武蔵伝の音楽ですけども、非常に内容は盛りだくさんとなっています。皆さん一度、ぜひ、聴いていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そういうことで、中田さん、浜津さん、山崎さん、ありがとうございました。いやしかしね、塚本さん、貴重な映像でしたね。そうですよね、なんかなかなか見たことないですからね。私はよく見ますよ。あ、そうですか。はい、しょっちゅう。しょっちゅう行きます。しょっちゅう。はい。あ、そうですか。まあね、まだまだ謎に包まれたスタッフがいっぱいいますので、ね、どんどんこれからも紹介していきたいと思います。それではまた会いましょう。さよなら。シンプルシンプル情報ね、そういうことで、新譜が出ております。ご紹介しましょう。まずこちら、クリードジェノギアスアレンジバージョン、そしてこちら、クロノクロスオリジナルサウンドトラック、ね、こちら水田康則さんの素敵なメロディーを、ご堪能ください。そしてそしてですね、さらにあります。てってれーということでですね、こちら武蔵伝2ブレードマスターのですねテーマソングが入っております。ザ・サーフコースターズのニューアルバムサムライストラック、こちらも発売になっておりますので皆さん買ってください。まあまあこんなに出ましたけどね、相談もね当然買えますね、これね。正直3枚は厳しいですね。そんなこと言うの